そのお話を、八代市の那須さんに伺いたいと思います。那須さんどこいますか？真ん中にどんどん出てきてくださいね、はい、では、マイクをお渡ししますお、ハンドボールですか？持たれてるのは。はい、こんにちは。もうあれですよ、もう3人に囲まれてかなりの圧を受けながらの PR になると思いますが、負けないで、負けないで、はい、ではお願いします。今ですね、ご紹介ありました通り、今年の11月30日からですね、16日間にわたってですね、2019女子ハンドボール世界選手権大会が、熊本で開催されます。2年に一度開催される、女子ハンドボールの世界最高峰の戦いになりまして、はい、日本で開催されるのはですね、1997年の男子の世界選手権、以来22年ぶりの開催となります。で、女子についてはですね、日本で開催されるのは史上初ということで、今回非常に織姫ジャパン日本代表チームのですね、期待も、活躍も期待されているところでございます。はい、圧がすごいですねで、まあ、先ほど申し上げた通りですね、女子の大会はもう日本であるのは今回史上初ということで、2年後がスペイン、2年前はドイツということで、今回の大会見逃したら次いつ日本に来るか分かりません、もうドイツだったりですね、スペインとかまで見に行こうと思ったらですね、片道行くだけで何十万円、で何十時間もかけていくことになりますけれども、今回熊本大会ということで、福岡からだったらですね、片道5100円ぐらいですね、新幹線でピュンと行けます。はい、ですぐ1時間弱で着きますので、ぜひ皆さんこの機会にですね、ハンドボールを、楽しんで見ていただければと思いますので、お待ちしております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。と言っても今那須さんがどこにいらっしゃるのか私には見えないんですが、あ、那須さんいらっしゃったもうね、この女子のハンドボールのトッププレイヤーたちの、戦いが見ることができますので、熊本、この、福岡からもすぐの熊本八代山まで開催されます。ぜひぜひ、ご自身の目で現地でご覧いただきたいと思います。大丈夫ですか？何してるんですか？大丈夫です、はい、じゃあですね。